ディレクターの大藤でございます。今日は夜の撮影ですね。夜ですね今、はい、オフィスからも近いですけど祐天寺の駅に今、はい、来ております。祐天寺の駅からどれぐらいかな、歩いて歩いてね30秒、あ30秒から1分ぐらいぐらいか、うん、のところにあるこれはフッチのおすすめのオンザヒルさん、オンザヒルさんですね、古着屋さんにしょっちゅう行くんで僕は、はい、どうやら僕らが本当に大好きな年代の古着、そして、はい、男心をくすぐるそういったものがたくさんあるということなんで、ゆうや初めてだもんね。そうなんですよ、あえて全部見たよね、オンラインも、はい、もう本当に一切今回は何も見ずにライブというかという感覚で、はい、とにかく多分くすぐられるものばっかりじゃないかな。いやー怖いよ、お金がいくらあっても足りなくて、はい、はい、ということで行ってみましょう、行ってみましょう、はい、では、はい、よろしくお願いします。お願いします。歩いて30秒だったね。30秒ぐらいで本当に着くんですね、はい、オンザヒルさんに到着しました。もう一回ね、この中光っててちょっとね見づらいんですけど、すいません夜にしちゃったから、はい、線路沿い、ね、線路沿いですね、ほぼでもう住宅街に入っていく手前ぐらいかな。うん、もうね、はい、すごい分かりやすいと思う、近く、はい、ということで今日は撮影の許可もいただいてますんで、はい、じっくりと見ていきたいなと、はい、お邪魔します。すみません、よろしくお願いします。こんばんは、お願いします。ご紹介、事前に、はい、お会いはしてはいるもののお店の紹介をちょっとしていただきたいんですけど、はい、まずは自己紹介って感じがいいのかな。はい、もちろん、はい、オンザヒルで店長してます小川と申します。小川さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アークテルスかぶりってことね。アークかぶり、確かにそうですあ、どっち、かぶってるっていうのとかぶってるっていうのはどっちかな。お願いします。お願いします。僕ちょっと今回初めてお邪魔させていただいてるんですけど、はい、そのお店で置いてる、はい、そのまあ大体こうメインのそのアイテムと、はい、なんかこうお店のそのコンセプトみたいな、はい、そういったところをちょっとお伺いしてみたいんですけど、はい、置いてるものは、はい、基本的にはレギュラーと言われる90年代、80年代の商品がメインで置いてて、はい、コンセプトとしては僕らは結構横乗りのカルチャー、スケートカルチャーだったりが結構好きなので、はい、そういう提案はすごくしているかなって思うのと、最近は結構ラルフローレンに力を入れてて、まあ、ずっと好きでやってたりはするんですけど、うんうん、ラルフローレンの商品は結構多いかもしれないですね、はい、なんでこう今ラルフローレンにスポットを当ててるっていう感じなんですか。いや僕らはずっとやってたんですけど、はい、たまたま世間がラルフローレンになったっていう、オンザヒルさんに追いついてきたってことですよね。そこまでは言えないけどようやく来たよっていう、たまたまうちがってなってくれたって感じですかね。そうですよね。今のこうお店のラインナップとコンセプトを聞けば本当に多分僕らのハートは多分わしづかみされること間違いない、ね、キーワードが全部当てはまるっていう ね。僕ももうずっと中学生の時からもうスケートやってたりとか、はい、あと、まあ、音楽ももうずっとこう横乗りの音楽聴いてたりとか、はい、そういう感じで育ってきてるんで古着も大好きだし、まあ、90年代80年代のやっぱりその時代背景も好きなんで、はい、間違いなくいいものばかりっていう、だからもう楽しみでしょうがないです、はい、本当しょっちゅう来させていただいてるんで、そうですね、すいません、ありがとうございます、よろしくお願いします。ちょっとじゃあゆうやは、そうですね、ちょっといいですか、見させてもらって、はい、早速、はい、多分没頭しちゃうと思うんですけど、お店って、はい、オープンしてる時間と曜日って、はい、と曜日は1週間毎日やってて、はい、オープン時間が午後の1時から夜の10時までですね、はい、はい、もうあれですか、年末年始とかも休みや、いや特に決まってはないですね、インスタとかで
はい、いう感じですね。インスタとかで告知とかですよね。そうですね。はい、はい、了解です。じゃあその URL とか、はい、概要欄に、はい、その辺のインスタグラムの情報なんかは貼っておきますんで、はい、まあぜひ皆さんフォローしていただければ、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、ちょっとカメラをもう止めて、もうポンと進んでみたいから、はい、止めないです、はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マイサイズや、ガゼルのマイサイズ。この木型っていつの？それは2000年代、はい、初頭ぐらいのやつです。ちょっと細くなんでっていうのは分かんないです。今のそのガゼルとなんか違うんですか？今のより結構細いですね。これの前ずっとこれだったんですか？それだったと思います。そうなんだ。で、AT がもうちょっと多分、はい、ポテッとしてるっすね。ターンも違うし、なかなかあれっすよね、多分ないんじゃない？あんまり見なくない？このガゼルのこの型って見る？なんで何も言ってくれないの？ガゼルあんまり味したことないから。掘ったことない。適当に見ますね、本当に、マジで全部見る、多分全部見る、はい、本当に。ペリーエリスとか知らないんでしょ？知ってる？どこで買ってきてるんですか？もう全部アメリカで買ってきてるんですか？アメリカですね。行かれて買ったりするっていう。そうです、うちの社長が。これめっちゃ着ても大丈夫ですか？もちろんです。そのところでこのでもうパンパン着ていっちゃってもいいですか？もちろんです。サイズが合えばいい。バッチリ。ベストサイズじゃない？このアームはなんかこうちょっと MA1 っぽい。この形ってこれ何の形なんだろう？どっかから撮ってるんですかね？ページなんですよね。はいはいはい。のジャケットなんですけど、黒っていうのがやっぱすごい珍しいですよね、はい、形がすでに珍しいもんね。この年代でなんか黒ってなかなか、あとのサイズ感ですよね、やっぱり。いやいいわ。どこに来た？いやもう本当に多分アメリカなんのかどうなのかわかんないけど、チャレットオリジナルスキーウェアバイザシラーズ、ね、スキーウェアだからこういう多分リブがついてるんだね。雪が入んないようにとか。でもフィフティーズとかそれぐらいの年代ってことですもんね。フィフティーだと思う。カシミヤなんかそのニーマモーカスネックのところ面白い。ニットね。カシミヤ 100% エクスクルーシブカシミヤ。これもピエリス。お姉ちゃんいいね。そっち。うわ、良さげ。それめちゃくちゃいい。ラルフのこのヘリンボーンのパンツもいいな。これいいね。これやばい、本当に。でしょ。昔あの親父が LL ビーンとかラルフローレンとかすごい大好きで。あ、そうなん。そうなんですよ。90年代にアメリカの LL ビーンとかラルフローレンとかってこう当時オンラインストアとかがなかったんでカタログで頼めるようになってて。そうっすよね。それでよく頼んでたっす。カタログ自体にも価値があって。あ、そうなんですか。はい、引っかかったりする。実家帰ってあるかもしれない、もしかしたら。めちゃくちゃいいじゃん。これ可愛くない？結構このゾーンやばいな。マジで今日本当に時間かかっちゃうかも。ゴミ箱に流れてる。
祐天寺のここにお店を構えてどれぐらいですか？うちは7年目ですかね。ああ結構経つんですね。はい。お客さんの層はどういう？最近は結構大学生の子たちがちょっと増えてきたんですけど、うん、コロナになる前はやっぱり土地柄アパレル関係の方とか、うん、美容業界の方がすごい多かったかなっていうんですかね。はいはい、うん、楽しそうだな、こんなの買い付けに。めちゃくちゃ楽しいですね。ね。どうですか？いい。一生終わらないよ、これ。大体もうワンラック見たら、あ、こういう店だなってこう分かるじゃないですか。扱ってるの。そう。だからこうどんどん見たいって思わせられる感じがすごいある。オンラインに出るたんびに欲しいのしか出てこない。うん。このオレンジのビッグマックのこのシャツとかいいもんね。ここは全部あった。LLB もある。あるよ。かっこよすぎる。何これ。いや、これエディバーバー。エディバーバーか。リーガーは絶対逃げる。うわ、これはこうだよね。こういう作りだよ。これ木村じゃん。はい、木村あ、もうできるぐらい。これもう木村じゃんね。これでも俺前もこのエディバーバーのこのあの毎回絶対見てるよ。ダウンを着て思ったけど、俺なんかね、多分肩が多分合わない。肩がかっこよく収まんないな。なんかこのエディバーバーのこのダウンのシリーズ。メトロウォーターサービスってこれ なんですか？どれ？企業じゃないですかね。確かに、うん、企業もすごいよ。コットンポリ50-50。もうユニフォームとかなんですかね。そう、でも当時の、うん、そのこの普通の刺繍だねのこのなんていうの、ここの上すぎないってところにこう入れてるのがいいよね。今のだってさ、それ今だってから絶対妥当の位置じゃないそれ。いやいや、これ着ればちょっと着ていいですか、これ。着ればわかるから。妥当の位置じゃないの。失礼します。どうぞ。かわいい、これこのドロップショルダー具合とこの丈の短さ。確かにそのやばくない、これ。ほらまん丸で、うん、上でしょ。上すぎないって感じじゃない。いや上だね、ほら。これがいいじゃん。どういうこと？ここ、いや普通はもうちょっとここじゃん、今のこのロゴって。上すぎないって言い方がなんかあれじゃない。いやこれ上じゃん。上、上にあるからいいってことじゃん。そう、上にあるからいいの。このバランスがいいの。上すぎないっていうね。そういうことね。褒め言葉。そういうことね。そう。いやこれはいいわ。この位置は確かにめちゃくちゃ可愛い。良くない？あれ。可愛い。古着って感じがする。確かに。わかる。形もそうだね。うん。これは6,800円。ありがとうございます。2XL。ああ。うん。まあ、でもちっちゃいよね。うん。絶対これもう洗濯ともう乾燥を繰り返してるでしょ。もうだって何十年経ってるでしょ。これはもうキープだ。お。スターターの。これはメイドイン USA スターターのスターターボディのメイドイン USA。 おー、しかもアメリカンフットボールの 49ers サンフランシスコですね。西海岸す。やばいよこれ本当に。マジでどうする、どうすんの本当。逆にいくらあっても足りない。うん、金がいくらあっても足りない。めっちゃ可愛いやん。スターターの US ボディって今も作ってるんですか？いや、アメリカ製はないんじゃないですか、ね。ああ、そうなんですね。
全体も少なくない。もうスターター自体がそんな見ないもんね。見ない見ないよね。めっちゃいいわこれ。キープやな。ちょっと一旦キープ。マジで良すぎる。ちょっと7800円。ありがとうございます。ヒッチコックですねこれは。むしろこれ1枚ずついくつもらってそんなことある。いやでも本当にこれくすぐられてしょうがない。本当にこのグラフィックとか超やべえもんだって。なんかチャンピオンみたいなボディだね。美術館。あ、そう、双方の美術館、はい、めっちゃいいこのグラフィック。やばくないこれ。確かに色合いも最高だね。これは映画系ですか？関係なくヒッチコック入ってるのは書いてあるんですけど、なんすかね、うん、通してもらう。間違いなく何時間とも変えたんですよ、関しては。あ、これはこれでまたやばい。もうそのアームホールね。そう、形がやばいよこれ。これはこれで見てこのアームホール。うわ、あのレリースのもう本当に今のなんか確かにこの袖の短さと確かにそうね。やばくない？やばいね。めちゃくちゃ可愛い。要は美術館のそのお土産屋さんで売ってるってことですね。ちょっと待って、これカーコートですかこれ？カーコートもあると思います。マジ？ちょっと探してみるけど、カーコート。ルックススポーツ。ルックスブラザーズのスポーツライン。今はもうないです。今はもうないかもしれないですね。90年代だけみたいなんですか？2000年頭ぐらいですか？そうですね、これでも2000年頭ぐらい、うん、うわ、これはでもちょっと多分でかいだろうな。でかくていいの？肩がはまんない。はまってるか？はまってなくないな。ハマってるでしょ。やばいな。え？マジ？いや、このちょっと作りも悪くないよ。え？待って、本当に？めちゃくちゃいいじゃん。ね。俺これがあったら正直俺ダウンいらないと思ってたんだよ。正直。もう。今年はもう大人に行こうみたいな。トレーニングデーのあのデンゼルワシントンみたいな感じでしょ。確かに。わかる。わかる。いくら？19,800円。あれです。マジ？マジ？キープ。いいですかこれ上に置いちゃったの。すいません。どんだけあるんすか？いや気になって、ちょっと待って、気になってるものはちょっと一旦。でもギャップもあんだよここに。ギャップはでっけえかこれ。でもこんなもん。でもこのなんかあれだな、粗い感じの。いやでもこっちもこっちでいいか。ショットっぽいっすね、なんかこうレザーの感じが、はい、これがやっぱり当時のブルックスの方が物は圧倒的にいいっすよね、はい、柔らかいし。あ、これは結構、あ、でも悪くないな。サイズが結構ベストサイズばっかっすね、本当に確かにマジでレザーのこの質がやっぱりさっきもおっしゃってたように、ブルックスのさっき着てたやつの方がやっぱかなり柔らかいし、で裏地も こっちの方がすごいしっかりしてる。これはどうだろう、ウール？ウールではないか。ウールだ。あ、違う、ウール、アクリルウール。こっちも裏は貼ってんすけど、これは多分ねナイロンじゃなくてポリとかの多分。そう、こういうねちょっとダメージはね、これは入ってます。こっちはねあんまりないけど、こっちの方が23,800円。それでもまあ
去年ぐらいからやっぱこうレザーっていうのがちょっとやっぱこう気になるなって思ってた。レザーって最近売れてます？そんなこともない。レザージャケット人気っすね。人気っす。はい。流されてるんだ。俺も流されてるよ。俺もレザー探してるもん。うん。去年ぐらいから人気っすね。そうっすよね。いやでもそれはようやく落ちてきたって感じよ。本当にコレクションでこう2019年とか18年ぐらいからレザーって結構出してたけど、やっとリアルに着れるかなっていう。うん。うわ、ちょっと待って。待ってくれ。一番良さそう。うわ、サイズ。サイズがちっちゃいなこれは。めちゃくちゃいいじゃん。これ状態もいいよ。めちゃくちゃ。19,800円、ブルックス。最近のやつですね。どっちかというとそんなにタグも、うん、古くない。いいじゃんこれ。あ、いけちゃうわこれ。やばい。やばいやん。ちょうど。え、マジでぴったりやん。さっきの大きさもかっこよかった。うん。うわ。状態が全然、うわぁ、どうなんだ。ちょっと俺着てみたい。着てください。めっちゃいいと思う。マサル買うパターンあるからな、もう普通に。ありだ。うわ、これやっぱいいね。この肩の、ブルックスはなんかこう肩のこの感じがいいかも、すごく。めっちゃハマってんじゃん。うん。ちょっとやっぱジャケットっぽいですね。ショート丈のこのここのこの切り替えもなくてよかったかなっていう感じです。こっちはだから、いやこれがだからあることでやっぱちょっとこう丈のそのなんていうの長さがちょっと余計短く見えるね。そう、確かにね。割と別にそんな短くないしね、実際は。そう、短くはないけど、もうデザインにイチャモンつけ出しちゃったよ。やめよ。これでもいいね。いや、めちゃくちゃいいと思う。どう取られますね。いや、一回ちょっと、これ、一回これを着て、ちょっとリアルな T シャツだと着ないから。全員着出すっていうね。すいません、本当に申し訳ないです。え、でかいって感じする？全くない。しない？大丈夫？古着屋さんの店員さんとか結構着る方多いじゃないですか、若い。まあ、だけどちょっと大きめというか、はい、かなり大きめ、かなり大きめみたいな、はい、3XL みたいな、はい、そういう感じではまた一切ない、はい、こっちの方が悪っぽいです。そう、悪っぽい。そう、こっちより。はい、そうっすよね。はい。いやーもう全然こっちじゃない。でもこっちでも着れんだな。そういう着方。うん。余裕でいけるサイズ的には。コーチレザー。そうだね。なんかこうちょっとコーチっぽい感じがする。あんまりこうコートっぽい要素が。ね。いや本当にだってでもずっと探してたから結構他のことぶっ飛んじゃってるぐらい今目に入んないぐらいの感じになってきちゃった。それのことばっかり子供だよねもう。止まってないから本当に止まんなくなるね。
探し感がやばい。本当にザ古着屋って感じ。あ、オレンジ。いやいいよ。え、50やん。いい。極太？うん。550は。極太だ。極太でしょ。うん、あょ、しかもこれ違う。それあれ折ってるでしょ。折り跡じゃないの。あ、もともと折って履いてたってことですか、これって。その人が。その人が。そういうことっすね。そうだと思います。でもそれもなんかいいんだよね。え、550ってオレンジなの？そもそも。全部は全部オレンジ。じゃないじゃないですよね。よりますよね。はい、550ってオレンジなんか俺初めて見たかもしれない、ね。初めて見たのが10本があんの。そこにいや10本もない2本も。でもなんかリベットもなんかそんなにすごい古いとかっていうわけじゃなさそう。それはでも550の中で言うと比較的古い。あ、本当っすか。うん。年代的にはどれぐらいの年代ですかこれ。見ていいいいです。リバイスは書いてあるんで。93年っすね。あ、どこ見たんですか。ここっすね。93年の3月ですね。製造工場とかの番組ってことですよね。それが多分この辺とか、はい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 、これとこの上のですよね、と思うんですけど、メイドイン USA です。もちろんこうやってもうすごいですからね、知識がもう。うわ、これもいいね。これウエスト30、マサルササイズ。マサルサ30入んの。めちゃくちゃ細いっすね。560って何？560って何？560は550よりも桃周りが太くてテーパードがかかってるってやつですね。はあ。じゃあもうザ横乗り系の人たち向けみたいな感じってことですか。なんすかね、うん、結構テーパードが割とかなり、うん、強いって感じですね。これメキシコだ。メキシコ、うん、なんか桃はめちゃめちゃ太い。カレッジ系か。この辺はね。スピットファイヤーとかも。一生終わらないんだけど、これ本当に。大丈夫かな。どうするつもり。こんな辺さ、見やすいんだよね。見やすい、すごい見やすいです。マジで。僕はすごい好きなところとして。超いいです、本当。ありがとうございます。見やすい上にいいのしかないみたいな。さっきこれフチ着てたよね。着てた。どう？よかった。めちゃくちゃいいんだよ。これ穴開いてますよね。あ、本当ですか？どこ開いてました？多分袖2箇所。カシミヤだもん。直せるんですよ。あ、そうですね。なんかあの学大のこれだ。おばあちゃんがいて直せるっすよ。もしかしたらめっちゃ綺麗に2個カシミヤほぼ。うん。カシミヤっていうかもうニットめちゃくちゃ綺麗に直って書いてましたから。マジっすか？しかも1箇所1000円ぐらいだったんで、もしあれだったら直しちゃってもいい。確かに。え、なんて言ったこと。後で後日か分かんない、ちょっと調べときます。ちょっと名前が分かんない。なんか文房具屋さんみたいな場所なんですよ。こっちもいいじゃん。でもめちゃくちゃいい。まあそこは全部いいね。なんだろう、これもカシミヤだね。カシミヤ、このワッペンがなんかついてるね。そう、本当だ、かわいいよ。そう、気になる人はこれ概要欄に貼っときますんで。学芸大のお直し屋さん、学芸大のお直し屋さん。おばあちゃんでも困っちゃうかもしれないよ。確かに。こんなところで直すの？でも絶対みんな気になるよね。そんな言っちゃったんだもん。だっていつも直してるとこがあって、うん、お直し屋さん祐天寺の、うん、そこの人にニットこれ直るって言って持ってったら、いやもうマジで紹介するって言って、そこ行きな。しょうがなくない？それはもう言っちゃったもんだから。もうみんな気になるよ、それは。ああ、調べてるんですよね。気になる。いいっすよね。結構重要っすよね。重要っすね。おばあちゃんがそのマジでてんやわんやなったらもう手伝いに行ってね。いやでもその技術自体は継承した方がいい気がする。うん、重要だと思うよ。重要だね。やっぱみんなニットとかって気に入って買うわけじゃん。それが穴開いたってショックじゃん。きっかけも全部、うん、そのハイゲージとかで分かんないんだ。出してみないと。前回出したのはミドルゲージぐらい。うん、お姉板もう置いてます。さっき上見せます来てたし。うん、これもサイズもいいか。まさかんすか。うん、これ生地なんか面白いね。めちゃくちゃ面白いんだよ。一周した？一周してきました。これはこれは普通のコンバースですか？コンズじゃなくて、コンズじゃないな。普通のコンバース。コンズっすね。あ、これコンズ。へ、はい、まだ見ないもんね。うん、普通に初めて見た。かわいい。これめちゃくちゃすごいな。ブレイクポイント。そうなんだ。すごい好きそう。うん、すごい好き。
ザーみたいなね、うん、めっちゃいい生地もね、うん、オールザオールマンという感じかな。いやもうなんかすごい本当によかった、うん、まだ見足りないけどちょっとこの近くに、うん、他のものはゆっくり見に来るとして、古着屋の時もずっと探してたじゃん、かこのコートをね、うん、なかなかやっぱいいのもサイズもなんかこうブランドも出会わないじゃん。でもそれがなんかこう古着屋の醍醐味じゃん、この出会わないっていうのが、うん、なかなか巡り合わせですからね。そうですよ本当に。明日僕誕生日なんですよ、だから多分そういうことだろうなと思っても、多分こういう出会いがやっぱりあるっていうのがいいなと思って、余計こう思い入れが確かにね、やっぱりこう深まるじゃん、うんうん、洋服へのタイミングというね。そういい日だね今日、よかったね。だからこれがなんかこう本田ヒルさんで出会えたっていうのがあれですよ、素晴らしい本当に。金がいくらあっても足んないですよ本当頑張りましょう引き続きそこは頑張るしかない。あのモバのトートバッグもいいな。モアもあれもヴィンテージとかですか、前の90年とかですか、 80s ですか。へえ。キャンバスのブラックにこういうヌメ革のかわいいバービー感ってなんですか。それは、イギリスの美術館、トートバッグというか、やっぱこういうのを持った方がいいと思う。ブランドのこういうキャンバスのトートとかそういうのももちろんいいけど、ミュージアムのお土産屋さんに売ってるようなトートバッグとかそういうのを持った方が俺はすごいセンスがあるなって思う。前から言ってるよね。言ってるかね。いやだから改めてそう思う。そう改めてそう思う、ね、本当ね、うん、この形のトートはね、うん、わかるよ。またこう大きくなってきたりするとまたちょっと違う。この形のトートは買う、うんうん、まあ買うっていうよりもそのなんていうの、お土産ぐらいの感じで買ったりとか、うん、あとはなんかこうノベルティでもらったりとか、それぐらいのなんかこうテンションっていうかね、それをずっと使うとかね。はい何時までいいのすいません、これをじゃあこのまま、はい、着ていきます。かしこまりました。タグだけ、はい、タグだけごめんなさい。今日またコーデもね、失礼します。確かに着るためにやっぱ全てが整ってたっす今日は。今日はよかったね本当に、めちゃくちゃいい日。ありがとうございます。じゃあ中のベストちょうだいよ。ダメこれはこれにアークテリックスのこのヤバくない、この格好とに。ああそういうこと。この人格好古いと思いながらグローブは最先端のグローブつけてる。いやまさにそういうことっすよねそうっすねそうっすよね俺多分お友達になれると思うありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。本当に結局1時間ちょっと見っぱなし。1時間ちょっとどころじゃないです、ね、どころじゃない。本当本当だね感覚としてはもう本当に5分10分ぐらいの感覚。マジでこいついつまで見んのかなと思ってたけど嘘、うん、最高でした。ありがとうございます。
ございます。ちょっと変わってるでしょ、だってもうさっきでも撮ったから撮ってある撮ってたんだもんね、もう流れをね、散々ね、はい、もうこれもう着て帰ろうと、はい、そうだね、楽しかったです、ね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あのプライベートでも僕は本当にここに通うかなと思ってます。ちなみに、はい、その新しいものの入荷とか、はい、そういうのっていうのはインスタグラムで、ね、はい、アナウンスさせていただいてます、はい、インスタ見て僕も来てます、はい、で決まってるんですか、大体こう月に。いや特に決まってないですね、本当入荷したらインスタグラムでアップしてみたいな感じですね。じゃあやっぱもう皆さんこのこれね、これオンザヒルさんですね、はい、分かりましたが、アカウント名はこれで調べてもらったら、はい、概要欄にも貼っておきますけど、ね、はい、調べていただければ入荷情報とかもチェックできると、はい、いうことなんで本当に楽しい時間でした、はい、ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。お願いします。あとオンザヒルさんの情報は概要欄に何回も言いますけど、はい、しっかり載せておきますんで、ぜひそちらも、はい、チェックしていただければと思います、はい、ということで、はい、最後の締め言葉に入りますがよろしいでしょうか。はい、はい、では、はい、センスがあれば何でもできるよ。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。最高でした。また来ます、僕も。お願いします。